はい、おはようございます。2日目の朝でございます。8月3日ですね。ですね、秋保温泉から、バスに乗ってですね、仙台駅前まで帰ってきてですね、今ちょうど車をピックアップしたところです。これから最終日の朝まで、車で移動ということで考えてます。行き先はとほとんど行っていませんという感じでございます。で今9時25分ですので、そろそろとりあえずですね、石巻あたりまで、向かって、進んでいきたいと思います。それでは行ってきます。はい、仙台を出てですね、ちょっとね、時間がかかっちゃいましたね。2時間ぐらいかかりましたね。今11時40分ぐらいです。やっと来ました。こちらですね。はい、映ってるかな、この辺か。石ノ森章太郎先生のですね、漫画ミュージアムっていうところですねにやってまいりました。はい、じゃあですね、中撮影できるのかどうかわかんないですけど、とりあえず行ってみましょう。